俺のもんだ俺のもんだ、やったー、おかえり万能家、バーンバーンイエーイ、うんちゃんうんちゃんバーン、すげえすげえ、そのバーディーさんのこのピューンっていう、そのいやもう着くっていうからちょっと焦っちゃってる部分も、もう間もなく着きますから、どこに着くかというと、はい、なんと今日僕万能家に軽トラが納車されます、イエーイ、スグル代表の紹介で、はい、車屋さん紹介してもらって、とてもお値打ちな、軽トラを、はい、納車ということで、今日時間かかりました、向かって、お時間を落としてしまいました、いえ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 、そんなだってね、僕がね、いろいろわがまま言うからいけないんですよなのでちょっとみんなに見てもらうよ、僕の初めての納車ですから、車初めてなんですよ、なんで、はい、保険も6等級からですよはい、着きました、よっしゃー、はい、はい、着きました、車屋さんです、自分の父親の、はいはい、お父さんの友人のお店、ずっとスグル自身もお世話になってる車屋さんなんですけど、そうなんですね、有限会社ショットワンさんですね、です中古車屋さん、そうです、ですね、新車もやってます一番最初車買うのが軽トラって渋くないですか、いや渋いっす、激渋ですよなのでまあ比較的お店構えも渋めの、いやいい感じでございますねえ、ほんと焼き鳥屋さんもあります、ここも社長がやってるところそう社長がやってる、ミミ、こちらも皆さん美味しいのでぜひよろしくお願いします、お願いします、でたまにスグルがいるかもしれない、あ、スグル代表に会いたかったら来てください、早速、はい、お金払いに行きます、はいはい、じゃあ行きます、こんにちは、こんにちは、車両20万円で、はい、あと整備と、はい、登録料、うん、次28万円ですね、いやー、ほんとありがとうございます、パスはカットした、あー、ほんとありがとうございます、これもだいぶあれですよね、安くしてもらった、そうですね、オークションとかではちょっと不可能、天に入らないですよね、そうですね、すいません、ありがとうございます、はい、28万円、あー、ちょうど、ありがとうございます、領収書、はい、いやー、緊張した緊張したなー、あー、すいません、ありがとうございます、うん、はい、これです、ついに買っちゃいました、中古で28万円、激安、5万キロしか走ってません、年式と金額の割には多分かなり性能のいい車っていうようなお話でもらえてるんで、年式で言うと何年だっけ、車検証どこにありますか、おしました買ったのにわからない、買ったし保険も入ったのにわからない11年です、11年、平成11年、20年落ちっす、20年前の前のオーナーの方が、はい、この近所の農家の方、ワンオーナーで5万キロ、もうこの辺コロ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 走ってただけってことですよね、でしっかり納屋に保管されていたお金、はい、なのでとても綺麗だと思います、はい、まあでも喫煙者ですね中の家に喫煙者が乗ってました、はい、そのオーナーは喫煙者です、はい、間違いないですけどまあね、それを差し引いてもね、とても美しい、何の事故もしてないし、はい、その人しか使ってないということで使い方がもう決まってたので、それまでずっとディーラー整備ですからね、うん、で、あ、それそうなんですね、記録も残ってる、すごい、でもずっとホンダに預けてってことですよね、そうです、車の名前ホンダアクティ、型式は HA6、 まあ新しくはないですよね、軽ワゴンのバモスと同じ顔なんですよ、この顔好きな人がいて、バモスは未だに人気のある車種、こんなに古くて見えないかなって、確かに確かに、そうだ、はい、やっぱり古くなればなるほど、はい、なんかここを振るってなりますもんね、顔で一番出ますから、出ますね、はい、ホンダってそうですよね、古い車でもバイクでも、はい、結構なんていうか前衛的なんでしょうね、多分、そうですね、うん、外装の仕上げなしでやってもらいました、はい、これは僕がお願いしました、もっと本当は綺麗にできるところを僕ちょっと自分でやりたいんでって言ってやってもらってるんで、この感じの仕上がり、仕上げなしですか、はい、本当はね、もうちょっと綺麗にしてもらえるような、本当はしてもらいます、はい、じゃあ車内をね、皆さんに紹介したいと思います、はい、車内です、いやー、軽トラだねもうめっちゃ軽トラじゃん、エアコンついてます、やった、エアコンはちゃんとついてるし、作業灯はね、ここに電気があるんだけどね、
これがつきます。後ろがつくようになります。なんだろう、こことかまあ年20年経ってるんで、やっぱりところどころところどころっていうところは。でもシート破れてないのすごくない？すごい。いやー軽トラだなー。もうこの直角具合というかさ、長距離乗るのどうなんていうやつですよ。すげえちっちゃく見えるね。5速。あ、俺の顔がでかいからだよ。5速ミッションMT ですね。特別な機能はついてません。エアコン付き、パワーステ、ノーパワーウィンドウです。マンパワーウィンドウ？マンパワーウィンドウ。マンパワーウィンドウっていうらしいです。はい。もう、うわぁ、すごい。これ、すごいなぁ。これは見なかった方がいいし。僕はこれからね、こいつのことをね、愛してやるんでね、どんどん綺麗になりますよ。中はこんなもんすかね。これ、どうなるの？え、これ何？あ、そっちが開くんだ。それで止める？ロックです。これがロックです。すげえ。あははなんだこれ。こう軽トラってこうなってんの？いや、なってるのとなってないの。そうですよね。これおしゃれですよね、なんか。おしゃれ。後ろ綺麗ですね。塗装錆ハゲないですね、あんまり。20年前とは思えない。思えないですよね。塗り直してるんじゃないかぐらい綺麗ですよね。俺のもんだ。ここで僕はこうやって寝るつもりなんですよ。じゃあちょっと寝てみますよ。僕で多分3センチ5センチ余る5センチ余る。これ作業灯、さっき言ってた作業灯ね。もうそんなもんっすよ。あと僕詳しくないんで。はい、自分わかんないです。そうなんですよ。これで旅しよう、うんちゃん。とりあえず折り方しょぼ。とりあえずこれで1時間かけて帰ろう。あの桜でも見に行って。あ、いいっすね。はい、じゃあ、はい、気をつけて安全運転で帰ってください。 ありがとうございます。じゃあ気をつけて行かない。はーい。はい、20キロぐらい下道を走ってきました。なんか公園着いたぞー。うんちゃーん、かわいいな、なんか見た目が。ちょっと桜咲いてたんで、今年花見してないんで花見をちょびっとしましょうっていう、こんな感じ。写真撮ってあげるよ。そう、写真撮ってくれるらしいよ、うんちゃんから。あの車ね、車の中にいるだけでね、体がどんどん汚れてきて、動画そういう風にお願いしたんで、そうなんですけど、動画にするんで、つってね。そして、2回の坂道発進でのエンストやりました。桜だ。綺麗だな。わあ、桜だこれ。綺麗だな。いいじゃん、めっちゃ綺麗よ。いいよ、君たちいい表情してるよ。というわけで、暗くなる前に帰りたいな。あと1時間弱かな、こっから。うんちゃんに写真撮ってもらって、もう一回カメラ回すわ。じゃあな。はい、桜の花撮ってよかったんじゃないですか。いろんな写真が撮れました。その撮った写真がこちらです。はい。うわうわー、なんだこれ、変なおじさんがいっぱいいる。うわー、気持ち悪い、怖いぞ。こんなおじさんを見つけたらみんなすぐ逃げようっていう写真がね、何個か撮れました。花見も終わりっていうことで、帰りましょう。帰りましょう。ここに車が、これ俺の車なんか。軽トラっていっぱいあるけど、これ俺の車になると思ってなかったからね。ただいま、俺の車。はい、じゃあ今日の動画はここまでです。今後この車をいろいろいじったりとか、最終的には後ろに家作って移動しながら、なんか、なんかやりたいなっていう感じです。チャンネル登録ボタンの横、通知ボタンっていうのがあります。その通知ボタンを押してもらえると、通知が行くようになります。僕らがチャンネルに動画を投稿したら、ブーンコ動画が上がるようになり、通知が来るようになりますので、ぜひ、
通知ボタンをオンにしてみてください。この車がねどんな風になっていくかっていうのも通知オンにしてたらねどんどん分かるんでね、あ今日はこうこうしたのかとかね、ぜひ追ってみてください。それでは皆さん、いってらっしゃい、いってらっしゃい。